どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。ドラゴンラッシュ始まりましたね。今日はドラゴンラッシュ、あ、6階層なんだ。ドラゴンラッシュをやるのではなくて、こちら魔王石塾校スーパードラゴンフェス前半をね、引くべきかについて話していこうと思います。確率を全く見てないんで見ていきましょう。神ゲー始まってます。まず星級のね、星級の星6 S 源っていうね、矛盾した日本語が 2.5% のピックアップで、アグドラールなんと 2.5% ピックアップです。これ運営さん公式サイトに書いてくれてもよかったな。もはや俺ちょっとね、あのマジでこれ確率上がってないのと思って、その動画でね、確率について記載がないから、あ、アグドラールの確率アップないんですねって発言をしたんだけど、まさかのあの普通にありましたね。これ普通に運営さん公式に書いてほしかった。まだある。ちゃんと神別源 2.5% です。いや、これ神ですよ。てかもう 2.5% って分かってたら普通に最初から神。うん、やっぱ神別源 2.5% 優しくていいっすね。で、アグリゲートガチャなら当然星8なんで 1.5% です。それでもちょっと高いですね。で、星7の、まあ、ゴミは置いといて、フェス源が 2%。で、あとは流年シルビー、神別源なんで、もちろんピックアップ率は上昇で 2.5% です。で、まあ、あとは、こんな感じで、ハズレアクト感じになっております。一応、ピックアップキャラに 3.6% でこういう風に入ってるんですけど、まあ、実際ピックアップの中で強いのは、まあ、緑関羽と、ぐらいかな、正直。別に他は当たりってことはないっすね。ヒカウムとかも悪くないし、まあ、ガデウスとかサリアとかも弱くはないんですけど、まあまあ、あとは別に当たりとは言いづらいかな。で、まあ、ちょっととりあえず先に確率見ていきましょうか。まず確率として、星8ベース源が 5.5% です。はい。星8ベース源が 5.5% って、で、星7のベース源が2、4、6、8.5、10.5、12.5、14.5%。星7ベース源が 14.5%。で、あとは星6が、ネイが 2.5% の、ソニーアクレアからティフォンまでが 2.5% なんで 15% ですね。確率はちょっと渋めどころか、なんなら美味しくは全くないかな、多分。だってちょっと待って、普通に考えて、だって 5.5% の 5.5% の2468.51214.7 だから 14.5% でしょ、の最後に星6がネイからの上のこれなんで 15% だよね。ってことは、フェス減率がなんと衝撃のたったの 35% なんで、まあ、美味しくはないですね。だから、あくまで、アグドラールと、リューネシルビが欲しい人はガチャ引いてもらって、もうそれ以外の人は完全スルーでいいと思います。まあ、少なくとも後半までは待っていいかなって感じですね。次のイベント見てから引きたいんで。まあ、ただ、アグリ交換じゃあるのは神やね。これ、神すぎるな。あまりにも神。まあ、今日は実際にちょっとね、引いていこうと思います。もうアグリ交換所だけで満足できるし。しかも虹メダルも3枚で交換できるの？めちゃくちゃいいね、このイベント。普通に廃課金にとっては神みたいなイベントで。で、あと美課金にとってもこのアグリ交換所が神なんでね。そう、こんな感じでアグリ取れる。これだけでアグリ取れるってやばくね？これでアグリだよ。神やん。まあ、今日は実際に引いていこうと思います。で、ゆうころチャンネルの狙いとしては、まあ、リューネシルビを1体と、まあ、アグドラールをできれば2枚引きたいけど、まあ、1でもいいかなぐらいの感じです。はい、アグドラール、簡単。誰お前？星6卵からしか新フェス源は出ない。だから、35% ピックアップなんで、結構ね、ガチャはこんなもんよ、実際。35% かな？うん、35% なんで、全然美味しくはない。そもそも 35% ピックアップっていうのが、だいたい新別源出るときこんな感じなんですけど、もう本当に新別源狙いに行く YouTuber みたいな人に向けた確率なんで、普通のプレイヤーは基本的にマジで引く意味はないですね。まあ、あくまでこれから普通に引いた方がいいですね。だから、引かないやつがだから負け組ってことなんで、引いた方がいい、うん、と思います。僕は真面目にやっぱり YouTuber として引いた方がいいと思います。まあ、6回で出るなら引いた方がいいんですけど、もちろん。いや、本当にもし本当に6回で出るんだったら絶対引いた方がいいんですよ。石60個で新フェス源って美味しすぎるんで。まあ、ただ現実的にはそんな簡単には出ないので無理する必要はないかなっていう感じ。リューネシルビも出ちゃっていいよ。あ、ちょ。だから、このガチャ引かない人は、基本的には、なんて言うんだろう、人生において挑戦できない人、チャレンジできない人なんですよね。で、引ける人っていうのは、掴み取れる人、物事。うん、だから掴み取れる人なんで、これマジ何が起こってる普通に。いや、本当に出るならもちろん引いた方がいいんですけど、なんなんこれ。バグってない？えぐ。いや、だから、これができるんだったら、これでいいって感じ。これができるんだったら。え、もう、俺、普通に嫌だよ。もう引かないよ。だってもう、終わり。なんで？このゲームにお金使いたくないから、もうこれ以上は。だって、石100個で全部引いたんだもん。まあ、っていうのはね、というわけにいかないんですよね。
じゃあアグドラール一応3体ループが面白そうだったりとか、あと武器が強いんで、まあちょっとパズドラウェイに感謝してもうちょっとねお金使っていきましょう。まあこれは普通に10回で出してもらったから感謝のガチャ、感謝の神引き狙っていこうと思います。はい、感謝のガチャです。あ、普通にだから俺はこのゲームに対して課金は二度としません。課金してるやつは負け組。そもそもこのガチャ引くやつは基本的にもったいないってことを理解できてないですね。普通にこのガチャは全然美味しくないから引く必要性はない。もう最初に話したやん、てか引かんでいいよって。うん、せめて来週に次のピックアップとかコラボ情報を待ってから引くべきで、まあ、少なくとも現状無理して引く必要性っていうのは 0% ですね。 0.0% 無理しなくていいと思います。普通に考えて引かなくない？うん、っていう話。普通に考えたら分かると思うんだけど、普通に考えたら引かないよねって話で、だから引かなくていいです。あ、だからもう本当に引かなくていい。え、本当にちょっと待って。いや、ちょっと待ってください。本当に待ってください。パズドラウェイさん。どうしたんですか？最初10回でやっとこのガチャの売り上げ上げれそうだなと思ったのに。下がりますよ、売り上げ。このガチャにパズドラのこのドラゴンフェスの全てが託されていると言っても過言ではない。いや、過言だ。だが、それではいけ。ちょ、本当にこのゲームマジでクソだな。あ、グライル。おー、じゃねえよ。35% のピックアップ率でお前15回でフェスゲン2体ってなめとんか。お前これ確率 13% やぞなんじゃん。いや、でも待てよ、最初の10連で新フェスゲン2体が出る確率何パーセント？あー、まあやめとこう。もう、あ、もうパズドラウェイには頭が上がらん。いや、普通にあの最初の10連で神引きさせてもらった後爆笑はね一切イライラしない、はっきり言って。これ今もう動画のためにイライラしてるふりしてるだけで、お前このゲームクソおもんないな、マジで。お前20連でフェスゲン3体ってどうなっとんねん。これフェスゲン率 15% 上がった。ちょっとさっきよりちょっと上がったな。 13% から 15% に。おい、確率は収束、確率は、え、シルビアン普通に。いやいや、ちゃそれお前普通のシルビアンけ、お前は。いや、ちょっと出ない、さすがに。いや別に50、今回50連マックスなんで絶対これ以上引くつもりないんで、別にもう出ないなら出ないで諦めますけど。うえ、いや、なんかまんまフェスゲンは出てるんだけど、まあ所詮はピックアップ率 35% って感じやな。そんな美味しくはないね、やっぱりな。もういいよ、別に。まあ、そもそもアグリゲートに交換できるって考えたらあんまりイライラしないね、よく考えたらクソもんなこのガチャ。はい、リューネじゃないんだよな。あ、偉そう。もうこれ出なかったら引きません、本当に。まあ、これ出なかったら引きませんっていうか、これしか引かないんで、これがラストです。はいはい、まあ、という感じでした。なんで俺最初の10連でやめんかった？この後半の40連何やったん？まあ、ということで、コンポまでにかかった回数は8回でした。いやー、まあ新フェスゲン狙いに行ってもいいんですけど、あの基本的にあんまり無理したくないので、ここで課金は。うん、よく考えたらさ、50回引いて1体ってなんなら確率以下やん。気づいたわ、最初10連出たことによって騙されてたけど、よく考えたら確率以下だったんだな。ふざけんなマジで。すごい、さすがにそろそろ、うん、ナイス。おお、いいね。アグドラール2体目。うわー、リューネシルビーあと1体だけ欲しい、正直。あと1体だけ欲しい。リューネシルビーあと1体出てくれたらもう神引き。それで終われる。マジ最高。出ろ。はい。いやー、ダメだ。これダメだ。はい。いや、お前はリューネ。まあいいでしょう。いや、でもアグドラール2枚目引けたんで、まあ正直満足。はい、まあ、ということで、今回は、新フェスゲン引く動画でした。まあ、基本的に、今週は無理に引かずに、来週待ってからでいいと思いますが、引こうと思っている人は頑張ってください。じゃあ、チャンネル登録、高評価、お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。